みなさんこんにちは。スマデラの小池容人です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ今日はですね、スペシャルゲストとともに今度、えー、スマデラで来たり、に二千二十三年令和五年九月の三十日に行われますイベント、えー、そしてロックンプロジェクトというプロジェクトについて皆様にお伝えしたく、えー、今日は岩坂紀子さんにお越しいただきました。 岩坂さんどうぞよろしくお願いします。よろししくお願いしますはい、えー、まずですねあの視聴者の皆様に、はいえー、岩坂さんが何をされてる方なのか、はい、まあ自己紹介を兼ねて、はい、これまでの活動とか、はいえー、ご紹介いただけたらと思います。はい、はいえー、皆様はじめまして前衛書道家と申します前衛書道と言っても実は書道の方は3歳から行っております。 で、父と祖父が、うんえー、書道をたしなんでおりまして、うん、あのちっちゃい頃から筆が普通にその辺りにあるので、はい、遊び道具として墨と筆を握っていたって感じで。 でその影響もありましてお稽古は古典、うん、の,の方は臨書してるんですけれども、はい、あの作品作りというのは、うんえー、前衛というところで、はい、あの実は文字を書かずに、うん、書道を作品としてあの見ていただくっていうようなうん、うん、そういうような活動をしています。はい、私もいくつか作品を 拝見させていただいたことあるんですけど、本当にまあ、アートですよね。<laughs> ねアート、うん、もう文字ではないですもんね。はい、でも、あのたまに文字も書かれてることあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、それもなんかね。すごい変わったと言いますか。はいはい、すごくアートな文字だなと。うん 基本的には書道の方は文字を崩して書かれる「牧書っていうものが多いんですけれどもえ私がまあ友達であったりとか留学生と接する機会があってでその時に漢字とか「かな」っていうのが漢字圏の方だとそれを漢字だ例えば「心」っていうものであったら「心」っていうもので表現を見るんですが漢字圏じゃない国の方の方が世界は多いのでそうなるとただの造形。 あ,あまあそうですよね。はい、で意味を持たないっていう。じゃあそこが美しいか美しくないか、何を見せたいかっていうところで、あ,<ー>あのどの国の人も、はい、あの同じ。 感覚で受け取って、うんうん、その作品を自分の中に入れていただいて空間美であったりとか、はい、書道の選出、うん、必戦であったりっていうものを、うん、あの感じていただきたいなと思ってあえて文字を書かないっていうふうにしてますいや。その古典をずっとやってきた中で、はい、なんでその「全書道」っていうものにこう、はい、きっかけはあるんですか,かきっかけは あの神戸の市役所の、はい、地下の所の展示の,、はい、<laughs> あのフロアを歩いていると、はいはい、そういったなんかこう文字じゃないけど文字っぽいような,、はい、なんか迫力がすっごくある作品に出会って。といその「前衛書道」っていうのはもう結構歴史があるって。はい はい、そうですねあなるほどです、<で>これを自分も実はあの兵庫県はその歴史ある先生がいらっしゃるところで前衛書道っていうと井上陽一さんっていう有名な方いらっしゃるんですが、はい、その方が学ばれた上田宗久先生っていうのが実は三木市に出身とか、うんえー、前衛書道の温泉町で出身とか、はい、意外に兵庫県があ,あの そうなんですね。か、はい、あの歴史ある全員書道の先生方がいらっしゃる。ところで、えー、私の先生の先生の先生も。も、はい、あの井上雄一さんと同じ門下生で。されていたっていうような。は,なはい。えー、意外にも、あの全英書道は兵庫県が。えー、はい。ご縁がある。土地なんですね。はい、そうなんです。で、岩坂さんは今日本各地でも活動されてますけども。 先ほど少しお話出ましたけど、海外でもね、はい、すごく活動、はいフ。フランスとかですか。はい、フランスとかモナコで。海外の反応っていうのはどうですか。海外の方の。海外の方の反応は正直、あのー。わびさびであったり、空間美を見せる作品を見せると、全部全って言うんですよ。ああ、そうか。<laughs> そうでしょうね。はい。なので、私は、あの、茶道と。 稼働も足なんでおりますので、<ー>もなくは稼働の方で生かしていただいて、うん、やっぱりあの日本の空間美みたいなところを見せると全部、うん、あの日本的だ全だっていうような形で、うん、その精神性とか思想的なものにすごい興味を持っていただけますね。ええ、そうですか。はい。いやそれで今回、はい、このそれこそ全国各地 ですよねまあ、6カ所ですが「はい、あの六根プロジェクト」というのを立ち上げられたわけですけども皆さんにあのご説明しますと六根というのは仏教用語でして6つの根っこと書くんですけどもね、うん、これ「ハンニ入新経にも出てくるんですが「玄 2B 絶身2」という6つの、まあ、いわゆる感覚器官いろんな、うんまあ、感覚を通して我々はこの世界を感じ取ってるわけですけども例えば「だったら目ですよね。目で見て、うんえー 感じるで「に」というのは耳ですね耳で聞く「び」というのは「鼻」で「舌」というのは舌で味わい「しん」心というのは「体」で触れて「で意識」というのは「心」ですね「心」でこの捉えていくこの6つでこの、えー、世界を感じ取っていくというのがこの「六根」なんですけども、えー、岩坂さんその6つ六根に合わせてそれぞれのテーマでその書道と お寺ですかね神社もあるそうですけれども、はい、そこで掛け合わせてプロジェクトを立ち上げたということですけど、えーはい、そもそもこのきっかけといいますかそのプロジェクトにかける思いというのを、はい、教えていただけますでしょうかまずきっかけは、はい、それこそあの1年半ぐらい前だったと思うんですが、はい、えと楊人さんと、はい、あと、まあ、日蓮習で朝子の方で明泉寺。はい という副就職をさっていうあのお二人にあのパラレルキャリアという、うん、あのキャリアっていうものの考え方とその対談みたいなものを企画させていただいた時に、はい、お二人をお呼びしてその時はコロナ禍だったのでオンラインで、うん、あの開催し後日朝子の方に一緒に、はい。 あの連れて行っていただき、はい、あのその際にお寺のあり方みたいなものを皆さんでお話ししたっていうそうですねお寺のあり方としては檀家制度であったりとか、うん、墓じまいが進む中で、うん、本来のあり方っていうのは人が集ってう。 で情報発信とか情報をも持ち寄ったりとか、うん、あの人元気かなっていうコミュニティを作る場だったっていうところがどんどん離れていってるよねっていう何、うん、とかならないのかなって違うアプローチの仕方とか、うん、違うお寺の使い方ってないのかなっていうのをなんかお寺が今抱えてるいろんなね、はい、問題を聞いていただいて。はい はい、でそれを、まあ、ずっとあの頃からはあの温めてきていて、うん、で何かお寺で違う表現 っていうかそのお寺が持つ歴史であったりとかその土地が持つ感覚や自然やっていうものと一緒に自分の書っていうものがやはり文字を書いていないので枠にとらわれないでその自然とかその雰囲気描写っていうものを表現しやすいので何かご一緒できないかなっていうのをずっと考えていてそうなった時にやっぱりテーマがあった方が発信しやすいし理解していただきたいなっていうので。 うん、まあ一時インド仏教の「八式っていうところに行ったりとかもしたんですけれども、はいえー、いろいろこう仏教のことも勉強させていただきながら、うん、やはりその部分で言った「六根」っていうものが感覚っていうものを自分の書で表現したいと思っていたのでそれでぜひさせていただきたいなっていうのがまずあの六根プロジェクトのスタートです。なななるほどど、はい、だから各地でで、まあ、うちはちはみに耳なんですけれども、はい えー、この耳でいろんな音色を聞いたりとかでまた岩坂さんもそういう耳で聞くというのをテーマにしたまたショー、はい、あを描かれる描かれるってことですよね。はいはい、で、えー、スマデ寺ではこの、えー、先ほど申し上げましたように9月30日に、うんえー、イベントを企画しております。はい、でこれ2つありまして1つが岩坂さんの作品展示です。 でこれはスマデラ本坊の、えー、表座敷という場所を使って作品展示を行います。これは2日間で9月30日と10月1日ですね。はい、でこちらはなんとですねもう無料でどなたでもあの見ていただけるということですので、えー、特に予約とかもね、はいりませんのであの来ていただいてご覧になっていただけたらと思いますし、そして9月の30日の 夕方六時半からですね。はい、今撮影している場所なんですけど、須麻寺松林客殿において、えー、このプロジェクト、えー、まあコンサートですかね、はい、を企画しております。まあそちらの内容を少し最後ご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい。はい。えっとニコンっていうテーマで、実はこのチラシがあります。はいはい、でチケットもあの販売させていただく予定です。でこちら。 奏で奏でる「悠久の響き」という題名で、はい、えあのこちらに伝わる平安時代から伝わる、うん、あの一元「澄まごと」っていう儚くも美しい音色の澄まごととあと大陸から伝わる「二個」二弦の「二個」っていうところとあとそちらを四人さんの「獨郷」というお経を奏でながら、うん、またその空間に私の書も。 うん、ご一緒させていただくという、うん、全く今もって想像がつかない <laughs>、はい、<laughs> ものになってるんですけれどもここを皆さんに見ていただく聞いていただくっていうところで、うん、皆さんの,あの熱気であったりとか考えを、うん、もうこの空間を小宇宙にしたいなと思ってます。なるほどはい まあ先ほど少し打ち合わせでも話したんですけど何かこのプロジェクトでお伝えしたいことありますかとお聞きしたときにまあそれはねもう皆さんに感じていただきたいんですってねおっしゃっていただいておりました本当にその通りでもうとにかくもう来ないとわからないですからねまずね我々もどうなるか分かってないというところがありますけどもとにかくここに足を運んでいただいてあの来ていただけたらと思います。詳しいことは概要欄に えー、記載しますけれども、えー、これ入場料が、はい、参加費が、えっとはい、コンサートの方は1,000円,円ですね、はい、で当日でも結構ですし、えー、前売りも一応あのご用意しようと思っております、はい、なので「須磨寺」の事務所受付でも購入できるようにしたいと思っておりますのでもしよかったらあの、はい、ちょっと夕方からですけどね、はい、あのちょっと夕涼みというか、えー、このお寺の夕方のお寺というのはなかなかいいものですので。 ぜひたたたくさんの方に来ていいだけたらと思います最後ちょっとなんかメッセージがあれば、はい、お願いいたします、はいえーとまあ、聞いていただく感じていただく語感を使って書とあと耳というところでいうと、うん、皆さんが聞いていただかないとなかなか空間としては成り立たないんです。 で多くの人にここに素晴らしい空間がある素晴らしい一元金があるっていうそういう二個であったりとかさまざまな歴史を感じながらその五感を使ってこちらの方をもう皆さんの心で読み解いていただけたらと思いますのでぜひあのちょっと遠い方もご来場いただければと思いいいまますす <laughs> よろししくお願いいたしますありがとうございます。 岩坂さん、今日は本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんもありがとうございました。